蛇哎、欸，前面那栋吗？
ってないだけで今大儲けしてるだけ。住んでいる国の政治のその政権与党の日本国の政権与党の自分たちの国の行く先を決めて法律を決めるそういう人たちの中にそのようなものたちがたくさんいるんだということです。これを放置しておいたら今回安倍晋三元総理大臣が辞任されるなどというような大事件が起こる。Thank you.
じゃんみたいな。